はい、皆さんこんにちは、岡本一郎です。本日は2023年1月25日になりますね、水曜日。僕はですね、娘の結婚式が東京で1月21日に行われてですね、それの前後からですね、昨日まで含めて5連休だったんですよね。5連休いただきましてですね、5連休明けの初日、今日水曜日、遅番なんですよね。ちょうどね、だから長く、ね、より長くお休みをね過ごせたといった感じでね、ありがたかったんですけれども、とうとうですね、本当に5連休って言ってもあっという間ですよね。昨日から新潟県含め、北陸、全国的にですね、10年に一度の大寒波が来るというね、もともと言われていてですね、非常に寒い、状況でございます。多分氷点下、道路の、温度計がちょっとこの辺には設置されてないんでね、今何度ぐらいか分かりませんが、午後1時50分ぐらいというところですね。3時40分出勤なんで、約2時間ほどね早く家を出たんで、どんな感じになるか、撮影もしたいと思ってたんでね、早く出たんですけれども、雪の積雪量に関しては思ったよりない、10センチぐらいかな、10センチから15センチの間ぐらいでしょうかね、そんな感じでございます。こちら今渡った橋は、両郡橋という橋ですね。この辺およそ6部と呼ばれてるのかな。スタートは、一応南区なんですけどですね、僕ね南区に在住なんで、ところがこの橋を渡るとね、この辺は西関区になるのかな、多分、ちょっと入り組んでる感じですね。西関区を通りましてまた南区に戻って、でその後ね西区の方に入っていくといった感じのルートをですね、この走りながらですね、ベラベラ喋りながらですね、状況をですね、お届けしたいと思います。本当はね、国道8号線がすぐ後ろを走ってるんでね、こういう時はね、大きな道路を行くっていうのがセオリーなんですが、ちょっとねあまりにも多分混んでる様子だったので、なのでですね、いつものようなねにですね、僕は通勤ルートは基本的にこの上越新幹線の下道っていうのを走ることが多い感じでございますのでですね、この上越新幹線の下道をですね、行ってみようかと思います。わー、結構来るな。うわー、すごい地吹雪ですね。うわー、ひどいね。やっぱり農道の方が良かったかなとかちょっと思っちゃう。ところどころまるっきりね回しっぱなしで行くのもね、なんで、うわー、これ分かりますか、ホワイトアウトですよ。ホワイトアウトに近い。いやー、すごいね。雪が実際降ってんのか、こう降った雪が風にね煽られてこう舞ってるのか、ちょっと何とも言えないとこだけど、降ってんのか、降ってるかもしれないね。道路はもうテカンテカンですね。ここの白くなってる部分は割とね、怖くないんだけど、やっぱ凍ってる、明らかね氷になってるところはやっぱり滑りますよね。このねスタッドレスタイヤって意外と雪の上走るとね本当によくできててね、意外と滑んないんですよ。ところがね、このアスファルトの黒い状態のまま水がかかってそれが凍ってるってなるとね、もうスタッドレスタイヤ全然効きません。ものすごく滑る。でもこういったね、雪の上みたいな感じのところだとね、意外とねそんなにものすごい滑るって感じではない、普通に走れるといったところでございます。それの急ブレーキがあって踏めはね、それは滑るんでしょうけど、とりあえず、こんな感じで普通には走れるといった状況ですね。車は意外と走ってる方だけど、僕が走ってる走行車線はですね、西区行き、新潟市内方向行きは意外と空いてる感じでございます。ここね、新幹線下、本当ずっとまっすぐではないんですよね。ここだけちょこっとね、なぜかなんでまっすぐ作れなかったのかわかんないですけど、新幹線のね、レールはね、ほぼまっすぐなんですけど、ここだけね、一回左に切ってですね、で止まれ、そして右に曲がるようなね、変な作りになってます。あとはね、ほとんどずっとまっすぐなんですけどね、騎馬城公園とかこの先に出てくるんですけど、その前後でまたね、止まれだったり、ちょっと右に曲がって左だったりすることもね、もう一箇所出てくるんですけど、そこまでは基本的にはずっとまっすぐですね。車、見えてきたね。みんな結構ゆっくりは走ってますね。視界が悪いね。場所によって吹き溜まってるようなところもありますね、雪がね。ちょっとでもね、うっすらね、青空っぽいのがね、雲の向こうにちょっと見えてるような感じはするね。この寒波、
このね天気が悪いのもだいたい今日のねお昼ぐらいまでとは言ってたんですよね。この後ちょっとどうなるのかね何とも言えないですけれども、今のところねもう2時になりますけれども、今のところまだねえ、まあ雪が止む気配はなさそう。この辺は多分月形の界隈なんで多分南区になりますね。また西関区から南区に戻ったような形になります。でそして多分そうですね、この南区からねもう西関区には入らないと思うんだけど、うん、ちょっとその辺ね入り組んでてわからないですけど、まあ今日はね、まあ、南区、西関区、そして西区で、僕はね職場が西区なんでね、西区その会社のね近辺ぐらいまでね撮影、まあところどころでね撮影していこうかなと思うんですけど、まあ新幹線下、ね、上越新幹線下はねこんな感じ、ちょっとね明るくなってきましたよね。まあいいお天気って感じではないんですけど、なんかやがて晴れるんじゃないかなっていう雰囲気はある、そんな感じですね。雪のまあ量はそれほどでもないですね。僕はまあ今日ね本当もう12時近くまでね夜中、まあ遅番なんでしょうがないんですけど3時40分から始まり、12時近くまでですね、お仕事なんで、まあ、帰りの状況なんかもね真っ暗ですけどね撮れたらいいななんて思っているんですけれども、そういった状況でございます。新潟市の、市内の天気ですね、天気と道路状況になります。でもかなりちょっと晴れてきましたね。わあここ悪いですね、道がすごいゴテゴテ。この辺は多分ねそうですね、わあすごいねガタガタですね。片東っていうね住所のあたりなんでね、多分またね西関区に戻った感じですね。戻ったというかねもう一回西関区をね通るといった感じ。西関区のあたりもまあそんなに変わらないでしょうかね。今日はねすごい寒い、暖房つけてるけどなんか隙間風というかなんかね寒い感じがあるね。足元とかもすごい冷たいですね。まあ雪の降り方に関しては結構小康状態みたいなところがあるかな。まあこのままねまるっきりやんじゃうのかもしれないですしね、なんとも言えないけれども、帰りの状況がねまあ日をまたいで帰るような形になると僕は思うんで、今日は25日から26日のにかけてのね夜の状況なんかもね帰りに、まあ、撮影できたらいいなと思ってるんですけど、本当は新潟駅とかね本当市内の状況なんかもね撮影したいんですけどね、なかなか今日はそういった時間が取れないんで、早番とか遅番っていうのは意外とね間の休憩が少ないんで、なかなかそういったこうね途中で外に出てね何か撮影しに行くっていうね時間はあんまりないんですけれども、とりあえずはまあ割とね新潟市内この辺りはね西関区南区近辺はですね今のところまあそんなにねものすごいねこう降雪があるわけではなさそうなところですね。わあなんかまた急にひどくなってきたっすね。うわあなんかすげえな。まだまだまあこれもね横殴りの雪みたいな感じのとこあるけど、ね、左側まるっきり原っぱというか田んぼなんでね真っ平らなんで、そこに積もった雪がこう風でね飛ばされてるのかもしれない、空から降ってきてるんじゃないのかもしれないというかよくわかんないですけど、そういったところはとにかくまあ視界がめちゃくちゃ悪いですね、こういった時はねまあこうね雪国の運転はまあねあれなんです。まずはねライトをねつけることが大事ですね。ライトヘッドライトをつけて、まあね、テールもまあ赤く光らせてね、まあ、前後の車は本当に分かりにくいですからね、前の車はつけてないかもしれないけど、まあ、ライトをつけるっていうのがやっぱりセオリーというか、ね、大事なところかと思います。そしてまあ急ハンドル急ブレーキをねかけないということぐらいですかね。まあ基本的にまあ真っすぐ走る時はねそれほどでもないんですけど、カーブだとかもね本当にまあできるだけ減速してですね、曲がるような形がいいかと思います。まあこういう時には本当にねあのね大きな道路、ね、幹線道路を行くっていうのがねまあ基本的なねスタンスだと思うんですけれども、ちょっとね僕はあのねちょあまりにも8号線が混んでたんでね遅れても悪いんで、まあ2時間前にね家を出てるんでまあ間に合わないってこともないんでしょうけどね、かなりまあその走れる、ね、感じがだいぶ違うんでね。で、まあ、積雪量が大したことなかったんでとりあえずあの、ね、いつもの通勤ルート来てみました。左右側がね
これ上越新幹線ですね。新幹線はどうなんだろうね、順調に動いてるという話が朝あったけれども、どうなんでしょうね。在来線は全然ダメみたいですね。在来線はほとんど運休とか、ね、まあ、見合わせとかそんな感じみたいですね、新潟県内。うわー、ひどいね。この辺がどこなのかがちょっと分からなくなってきちゃうような形。ナビでは南区安治方になってますね。まだ安治方、まあ、元の安治方村、また南区にね、どこからかが入りましたね。どこからだったんだろう。さっきすぐ後ろは西関区、ね、この辺でまた南区に入ってですね、まあ、もうちょっと先に行くとね、 西区の方にね入ります。左側にね、緑と森の運動公園っていう大きなね運動施設が出てくるんだけど、そこはもうね西区だと思うんですよね、確かね。まだこの辺はね南区になります。相当視界が悪い、ね、車間距離は十分に空けてね、こんな感じで走るのがいいかと思います、ね、この辺のね、この雪がないくてね、下が凍ってる状態なんですよね。これっていうのは意外と止まらないんで、ね、ブレーキガーッと踏んでもねザーッと滑ってくんでね、こういうのは要注意ですね。こういったところはね、すごいです、横殴りの雪。これは道がまっすぐだからいいようなもののですね、これ道がぐねぐね曲がってたら本当曲がってるとこわかんないかもね。それぐらい見えないときは全然見えない。またちょっと見えるようになってきたけど、見えないとき本当にすごいですね。相当視界が悪い。わあ、この辺もひどいですね。わかりますかね。うわー、すげー。さすがにですね、やっぱりね、報道されてるようにですね、今日のこの寒波は尋常じゃないですね。やっぱりなかなかこういったね、ひどい天気というのも今年はまあ今はまあなかったですよね。ここまではまあ10年に一度だか数十年に一度だかね、そんな感じのね、まあ報道がされていたんで、相当ねやっぱりすごい状態ですね。まあ、意外とね、こうなんかね、こうトラブルに遭ってる車とかはねいないですね、うん、なかなかまあね、新潟県人、まあ、基本的にまあ慣れてはいますからね、こういった状況にはね、みんなスノータイヤ必ず履いてるし、ね、4WD とかの車も多いですからね、新潟県。だからまあね、これ何のこれ式みたいなところあるのかもしれない、もしかしたらね、すごいけど。うわ、見えないね。ワイパーがね、どうしてもなんかこう雪がついてね、拭き取りが悪くなっちゃったりするんですよね。視界が非常に悪くなってくるね、感じでございます。すごい、どの辺までね来たのかがほぼわからない感じ。ホワイトアウトってやつですね、まさにね。まあ時速はね30キロから40キロの間ぐらいかな、それぐらいがまあ安全な速度かもしれないですね。トラックも走ってくるね。チェーン巻いてますね、トラックはね。そしてタクシーも来ましたね。どの辺なんだろうな、今看板とかね、そういったものがほぼないでね、この道はね。だからなんで景色がほとんど変わらないですよね。右側が新幹線でね、左側が田んぼ、ずっとこの状態なんでね、結構だからどこなのかがね、いまいち判断がつかない感じがあるな。すごい、建物とか何にも見えないね。わかりますかね、ちょっと映像的にはあんまりね、こうピンとこないかもしれないですね。雪、まあね、降雪ですね、降雪の中を走っている状況でございます。新幹線の速道、新潟県、新潟市、この辺は南区になりますね。遅番での出勤時の通勤ルートの状況でございます。すごいね、やっぱり配信にすればよかったかな、この状況をね、お伝えしたいですよね、やっぱりね。ひどいね、これね。なんか出てくるのはなんだろうね、変電所とか、いやポンプ場かな、ちょっとわかんない。小説基地って書いてあるね、小説基地って書いてある。お、なんか見えてきた。ここが過去にね動画何回か上げてるんですけど、左に行くとね、新しく作ってるね大きな橋、黒崎茶豆大橋っていう橋があります。ここね、
まあ、左に行くと、まあ、越後赤塚の駅の付近。で、右に行くとですね、耳を通れないけど、できてないから、豊坂、北区豊坂の方までね、繋がるというね、約45キロぐらいのね、幹線道路を今作ってます。中央環状道路っていうみたいなんですけれども、非常にまあ、これもね、何度かね、放送してるんですけど、まあ、楽しみなね、高規格道路がね、できる予定になってます。まだね、今全然これ、通れなくなりましたね。今までまあね、脇の道から通れたんだけど、今はね、全くの封鎖してですね、道路の完成をね、急ぐといった感じでございます。すごい。左側ね、もうほとんど見えないかもしれないですけど、ようやく見えてきましたね。緑と森の運動公園ですね。この辺りからね、多分西区ですね。西区のね、板井っていうね、住所みたいですよ。板井っていう住所。そういったところになります。大きなね、野球場、ね、あとはフットサルコート、テニスコートなんかもあるのかな。あとはね、子供たちが遊べるちょっと遊具がある公園なんかもあってね、非常にまあ、ね、こういう時期じゃない、なければね、子供も連れてきても楽しめるようなね、施設になっております。緑と森の運動公園でございますね。思いのほかね、道が順調なもんなんで、ものすごく早く会社に着いちゃうような、状況でございます。左側見えてきたのがね、何度か放送してる、騎馬場公園ですね。僕割と好きな公園です。会社から近いんでね、まあね、ここでお弁当を食べたりですね、まあ、撮影してみたりですね、そんなことをするような、僕が好きな公園です。ちょうど神社も一緒になっていて、騎馬八幡宮っていうのかな、神社が一緒になってます。こちらね、お城みたいな、お城をねこうイメージした遊具があるんだけど、これね多分木の腐食だと思うんですけどね、ここ数、ここ最近ね、ここ最近、遊べなくなってます。立ち入り禁止になっちゃってるんでね、直すのかね、まあ取り壊すのかちょっとわからないですけど、まあ、非常に直してほしいなというのは僕のね、要望でございます。この辺はね、非常に止まれがね急に多くなるよといったね、状況の道路でございます。まあ、西区の方もね、今日は南区の方も西関区の方もほぼみんな、積雪量はねほぼ変わらないぐらいかなといったところでございますね。雪は少ない、ね、10センチから、まあ、10センチ前後でしょうかね。ただね、もう冷え込みが尋常じゃないんでね、このね、わかりますかね、右側のね、この新幹線の側のこれ、つららですよ、つらら。ものすごいね、これ水が滴ってくるんだろうね。あちこちにね、もうすごいつららがね、できてるんですよね。すごいですね。まあ、線路なんかもね、こう、もしかしたら地下水とか水でね、線路の雪を溶かしてるのかもしれない。そのね、水がね、やっぱり漏れてきて、こうやってね、滴ってきて、こう、つららになるんでしょうね、おそらくね。すごいですね。あんなの、こう、頭の上に落ちてきたら、多分、ひとたまりもないですね、おそらくね。ここもね、ちょこっとね、こう、まっすぐじゃなくね、曲がってるようなね、とこでございますね。変則的な十字路。天気は、まあ、まだ全然悪いですね。途中なんか、ね、このまま晴れちゃうのかななんて思ったんですけど、まだやっぱり結構ひどいですね。地吹雪みたいな感じでございます。新潟市西区になりますね。うわー、すごい風が強いんですね、今回はね、本当にね。で、その風がものすごく冷たい風、すごいね、寒い。うわー、滑ってる。あの、普通にね、アクセル踏んでもね、普通には走らないですね、滑っちゃってね。すごい。はい、この辺は、まあ、トッパラっていうね、名前のね、鳥に原っぱと書いた住所ですね。まあ、住宅地になりますね、結構ね。家がたくさんあるようなところ。まあ、僕はね、もうほんの会社のすぐ近くなんでね、この辺で、動画を締めようと思うんですが、まあ、1月25日ね、まあ、数十年に一度の大寒波が来るというね、まあ、ニュースとかね、テレビ等々もね、この報道ばっかりされているような状況ではございますが、新潟県はね、まあ、僕は新潟市内なんでね、まあ、そんなでもないかなといったところかもしれないですね。やっぱり上越とかね、あっちの方に比べるとですね、まあ、だいぶマシというかね、そんな状況でございます。新潟市南区からね、西区までの、ね、
通勤時の状況を、ね、お伝えさせていただきました。まあ、帰りなんかも、ね、撮れたらいいな、まあ、こういった、ね、動画、まあ、業務連絡みたいな、ね、動画ではございますが、できるだけ早く、ね、アップロードしようかなと思います。意外と、まあ、またねちょっと雪の方は止んでですね、まあ、積もったり止んだりみたいなところあるかな、だから、まあ、積もらないのかもしれないですけどね、雪の量は本当にさほどでもない、吹き溜まってるところは、ね、かなりありますけれども、でも、まあ、10センチあるかないかっていうところでしょうかね。まだ南区の方がちょっと多いかなっていうところでございます。はい、というわけで今日はですね、まあ、本当に日をまたぐぐらいの、ね、感じでね、遅番なんでね、夜12時近くまで、ね、働いていきますが、まあ、無事にね、なんとか、終わらせて、ね、また帰りも、ね、放送できたらいいなと思っております。ぜひね、こういった動画ご興味ある方、チャンネル登録、グッド評価、コメントなどなど、入れていただけるとですね、とても嬉しく思います。どっかね、見てみたいところね、新潟出身だけど今、ね、東京の方にいて、ね、新潟の状況が知りたい、この辺が知りたいとかね、ございましたらですね、ぜひねリクエストいただければと思います。行ける時間があったらね、僕もそちらの方に行ってみてね、どんな状況か、レポートしたいと思います。はい、というわけで、会社に、間もなく着くんで行ってまいります。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。